ハシルトンが主催または協賛するリーニンカップの紹介です。まだリーニンカップに出場したことがない方は参考にしてくださいね。第10回リーニンカップ愛知はコロナ禍での大会開催ということもあり、感染拡大予防ガイドラインに沿った大会運営となりました。本大会は人数制限をするために4部制のクラス分けとし、全32チーム178名の選手たちで熱い戦いを繰り広げましたよ。女子ダブルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3ダブルスの団体戦で、予選リーグ、決勝リーグともに1ゲーム21点、ファイナルゲームは11点の2ゲーム先取、デュースなしの3ゲームマッチです。12時頃からはリーニンカップ恒例の抽選会を行いました。大会受付時に配布する番号が書かれた用紙を持って試合の合間に抽選会場へ行くと、番号に合わせた景品たちがお出迎え。グリップやソックス、シューズケースやゲームウェア、バドミントンバッグからラケットが抽選で当たります。午後からも各コートで熱い戦いが続きました。ファイナルゲームまで行く試合が多かったですね。スーパープレーも続出、多彩なラリー合戦も多くありました。幅広い年齢層が楽しめるバドミントンに加え、団体戦ということもあり、チーム同士の一体感のある応援で盛り上がっていましたね。4部の準優勝チーム、そして優勝チーム、3部の準優勝チーム、優勝チーム、2部の準優勝チーム、優勝チーム、1部の準優勝チーム、優勝チームです。本大会は各部定員を減らしたこともあり、お申し込みが早々に定員に達しました。多数のご応募をいただき感謝申し上げます。今後もリーニンカップを開催しますので、ホームページや YouTube、 Twitter や Facebook、 Instagram のチェックをお願いします。